御前崎市役所では全国初となるアバターを使った総合案内がスタートしました。こちらに引っ越してきたものです。どこで手続きをすればよいですか？それでは1階の右手にございます市民課で住所の変更の手続きをお願いいたします。これは御前崎市が行政サービスの効率化を目的に始めたもので、全国初の取り組みです。市役所1階に設置されたアバターが応答する窓口にはモニターが置かれ、複数のキャラクターが案内します。担当する職員はおよそ8キロ離れた御前崎支所で遠隔で応対します。御前崎市ではアバターの総合案内導入のために3年間でおよそ9900万円の予算を組んだということです。